真実」「覚えたての愛しさは手紙の中書ききれず」「あなたへ向けて押し寄せる」「まだ言えない戸惑い」「すべては」教師は楽じゃない。この人私のお財布取ったのよ、ママ。本当ですの、アボットさん。本当です、拾ったんです。まあ、それではうちの子供たちが嘘をついているとでもおっしゃるんですの？お姉ちゃんは嘘なんかついてないわ。この人が取ったのよ。違います、これは。お黙りなさい。ではどうしてカレンの財布を持っているのです？ですから、それは。奥様、それは先ほどお嬢様がお庭で落としなさって、それをこの娘さんが拾われたんです。この方はすぐにお嬢様を追いかけたのですが、お嬢様たちは遊びに夢中でして。そうでしたらね、カレンお嬢様。あら、私が落としたの？私落としたのに気づかなかったわ。本当よ、ママ。さあ、お部屋でお勉強していなさい。はい、ママ。どうやらお互いに誤解があったようですわね。報酬は月に$40にしましょう。いつからお願いできるのかしら？明日からでもよろしくて。はい。エルザ、時間割と子供たちの教科書をお渡しして。かしこまりました、奥様。それでは私は他に用がありますので失礼しますよ。さっきはどうもありがとう。私は嘘が嫌いなだけさ。二人とも昔はあんなじゃなかったのにね。けどあそこまで言われてよく引き受けるもんだよ。お金に困ってるわけでもないだろうに。お金いるんです。どうせつまらないドレスでも買うんだろう。特に変わりはなくってよ。え、ジュディ？あら、本当の用件はそちらでしたのね。ジュディなら家庭教師のアルバイトとかで忙しそうだわ。あ、今ちょうど戻ったわ。代わりますわ、ジャービスおじ様よ。ペンデルトンさん。もしもし、ジュディです。いや、ジュディ、家庭教師のアルバイトを始めたんだって？ええ、今面接から戻ったところなんです。ちょっと大変そうだけど、でも$40くださるってすごいってお思いになりません？この私が月に$40も稼ぐなんて。でも急にどうしたんだい？何か欲しいものでもあるのかい？いいえ、それに家庭教師って自分の勉強にもなりますし。しかしアルバイトと勉強とじゃ大変じゃないかな。働くって結構大変なことだと思うけど。いいえ、平気です。君の後見人はそのことを知ってるのかい？ええ、知らせましたけど、それにこれは自分のことですから。それじゃ。もしもし、ジュディ。ジュディ、何か困ったことでもあるのかい？おじさま、そんなにジュディが心配なの？なんだ、ジュリアか。足長おじ様、いえ、ジョン・スミス様、アルバイトに反対であるというお手紙拝見いたしました。ご心配をおかけして申し訳ありませんが、面接の結果、予定通り家庭教師をすることに決めました。私は私なりにやってみたいのです。どうかお許しください。推進。小遣いが足りないのではありません。小切手はお返しします。いいかね、私はもうやめる。そうパターソン夫人に伝えたまえ。ふん、なんていう娘たちなんだ。入るんですか、入らないんですか。はい、失礼します。パターソン夫人はご挨拶しないと。いいのよ、家庭教師がちゃんとやってきさえすればそれで満足なんだから。え、それに今は慈善婦人会の大切な会合だとかでお出かけさ。アボット先生がお見えですよ。こんにちは。さあ、勉強する前に片付けましょうね。さあ、片付けるのよ。ほっといてよ、こんなものいらないんだから。いらないわ。シェンディ、何するの？家で食事ぐらいできないんですかと伺ってるんです。私は君たちが何不自由なく暮らせるように一生懸命に働いているだけじゃないか。お金さえ与えていればみんな幸せだとでも思ってらっしゃるの？じゃあ一体何が不足だと言うんだね。早く言いたまえ。あいにく君が欲しいものを思いつくまでこっちは待てないんだ。これからニューヨークで会議なんでね。私にそれを言わせるの？ティファニーにもメイシーズにも売ってなくてよ。小切手帳ならうちに置いてあるだろう。あなた、ママ。シンディ、行きましょう。ミス・アボット様、ジョン・スミス様はあなたが家庭教師のアルバイトをすることを望んでおりません。ジュディ、ジュディじゃないか。ジミー。家庭教師か、大変だろうな。ええ、正直言ってこんなに大変だとは思わなかったわ。でも偉いよジュディ、もう自立を考えているんだね。自立だなんて、とにかく何かを始めなくちゃって思ったんだけど、自信がなくなってきたわ。ジュディらしくないな。え？ジュディはどんなことがあってもいつも笑顔で突き進んでいくじゃないか。まるで無敵のクォーターバックだ。そんな。そうだな、僕も何か始めなくちゃな。フットボールばかりじゃダメだね。そんなことないわよ。いや、もっといろいろやりたいんだ。勉強も恋もね。あ、ここでいいわ。寮の前まで行くとまたスローンさんが大騒ぎするから。ねえジュディ、送っていただいてありがとう。それと助かったわ。少し落ち込んでたの。頑張って、応援してるよ。ありがとうジミー。さすがに推しの強いクォーターバックだわ。さよなら。私らしくか。よーし。今お食事なさってます。こんにちは、カレン、シンディ。あら、もういいの？関係ないでしょ。それとも食べなかったらまたぶつの？あ、じゃあ始めましょうか。まあ、さあ片付けましょうか。これは誰かな？あ、エルザだ。そうよ。そしてエルザのここは手よ。そう、手だわ。これが手という字よ。知ってるわ。本当？じゃあ書いてみて。本当に知ってるのね。上手だわ。次にこれは何かな？人形。そう、人形。さあカレン、エルザはこのあとどうすると思う？片付けるに決まってるわ。そうよ。文章にすると、エルザは人形を片付ける。一生懸命人形を片付けた。じゃあシンディ、これは？シンディがたくさんの本を持っている。ブックス。さあシンディはこのあとどうすると思う？片付けるに決まってるでしょ。まあ、なんですこの部屋は。ママ、シンディが描いたの見て。早く片付けさせてください。はい。シンディ？シンディ？シンディ、やめなさい。離せ！何事です？シンディ？言うことを聞きなさい。なんて子なの。一体どうしたっていうの？わからないのママ。大嫌いよ。ママもパパも大嫌いよ。そんな、何が不足だっていうの？寂しいんです、二人とも。体育の時間よ。どうしたの？ねえ、いつもはどんな遊びをしてるの？教えて。大人の人と遊んだことないわ。大人？この私が？ありがとう。そんなこと言われたの初めてだわ。そうだわ、缶蹴りしましょう。缶蹴り？空き缶ならあるけど、あんた缶蹴り知ってるの？もちろん。早く隠れて。足長おじさま、仕事がやっと順調に運び始めました。正直なところ、とても大変な仕事ではありますが、偶然ジミーに会ったことで自信を取り戻しました。おいしい。ああ、きれい。おいしい。私、ジミーに会って分かったんです。それは誰でも辛い時や寂しい時に心を温めてくれる相手が必要だということです。それがたとえ小さな救いでも、救われた人はまた他の人たちをも救うことができるからです。これからも頑張ります。いけない。成績が下がったら奨学金が受けられないのよ。ジュディ・アボット。はいすみません。ええ、そうだ、あなたにも手紙が来てたわよ。手紙？おじさまからだわ。よかったわね、ジュディ。あ、ジョン・スミス氏はあなたがこれ以上仕事を続けることを望んでおりません。それは学業のためという市の援助の目的を逸脱したものであるからです。これはお願いではなく、後見人としての命令であると受け取っていただいて差し支えありません。どうか速やかに学業に専念してください。ウォルター・グリグス。どうしたの、ジュディ。どうなさったの？お顔の色真っ青よ。ごめんなさい。せっかく仲良くなれたのに、私の事情なの。二人が嫌いなわけじゃないのよ。これからお母様にお話しするわ。ジュディ・アボットさん、どうしてもお辞めになるの？すみません。仕方ありませんね。ただ最後に一つだけお願いがあります。はい、私にできることなら。え、あ、はい。缶蹴りのやり方を教えていただけませんか？ん？缶蹴り？ええ。もちろんです。ママ。そうよ。さあ二人ともお庭へ。私は空き缶を取ってきますよ。はい。足長おじさま、家庭教師のアルバイトはおっしゃる通り辞めることにしました。正直言って仕事と勉強の両立は想像以上に大変でした。おじさまは私が大変さに負けてしまう前に教えてくださったのだと思います。でも今度のことは教室では決して得ることのできない貴重な経験だったと思います。少し大人になったジュディ・アボットより。ジミーの招待で夏休みをアディロンダックの別荘で過ごすことになったの。サリーやジュリアと楽しみな計画を立てて大はしゃぎ。ところがおじさまから意外な内容の手紙が。次回「無慈悲な命令」お楽しみに。